ミラクルハッピーチャ,ンネルチャンネルへようこそお越しくださいました。いやー皆さん私は今もうあの達成感に満ち溢れておりますえ。なぜならですね、えー、おとといですね、この第一、えーの,の,えー、の花咲、えー、新作映画がですね、無事あの大阪をもって。 初上映会礼が終わりました。えー、まずスタートはですね、あの8月22日の北海道の札幌からスタートしたんですね。その写真出ますかね？8月22日の札幌初上映会。はいこちら。もうねこれも本当にねお客様来ていただけないかもしれないと思ってね本当にね心配したんですけど。 えー、たくさんの方が来てくださってもう信じられない思いであの会場にいました、えー、皆さんねあのこの時はもう佐々木ファームの全スタッフが集結してくださってあのお客様にあのいろんな思いをこう伝えてくださって、えー、とっても素晴らしいあのスタートになりましたで続いて今度は9月12日ですね えー、リレーが関東に渡っていきますで関東もねなかなか本当に集客苦戦してたんですけど、まあ、蓋を開けてみればこちらももう大盛況でですね会場いっぱいの,あのお客様が来てくださってそしてね面白かったのはあの映画の反応がやっぱりこう地域によって違うんだなということなんですよ。北海道のの場合はやっぱり皆さんシャイな方が多いので あんまりこうオーバーに笑ったりとかそういうことがなかったんですけどなんかね関東に行ったら皆さん表現力がすごい豊かなのか、あちこちでどっと笑いが起きてですねあの制作者の私もまさかここでこう笑ってもらえるってあの思わないようなところで結構笑いがあの起きたりですねあのびっくりしましたですねで、えー、その関東の,あの初上映会が終わって でそして、えー、いよいよ、あのー、関西発会がこうやってきたわけですで地元関西発情会どうなるかなと思ってたんですけども蓋を開けましたら、あのー、1,000人、ね、ぐらいの,あの方がお越しくださってそしてもうあの野菜とかもねあっという間に完売しちゃってであとは私今回すごく嬉しかったのは。 あのボランティアスタッフのみんながとってもこう楽しそうに生き生きあのやってくださったっていうことが嬉しくてで皆さんなんかこう何て言うんですかね自分でこう動いていくこ,うこんなことしたらいいんじゃないかあんなことしたらいいんじゃないかこれもねあの大きいポスターとかも,もう別に頼んでないのに勝手にいつの間にかできててですね。<laughs> でそれももうねあこれですこのね前の大きいポスターとかももう本当に皆さんが自分でこうやったらいいんじゃないっていうのをどんどんやってくださってでそういう,こう一人一人の熱い思いっていうのがこうまさにこの初上映会のこう熱気を作ってたんじゃないかなっていうことを思いますこれがね大阪の,あの上映会だったんですけどで大阪の上映会はですね あの映画のエンディングを歌ってくださってる菅野さんっていう方があのたまたま大阪で近くでねライブやってたっていうことでこちらの上映会にも来てくださって歌い上げてくださったんですけどもそれがもうのすごい感動でですねあーなんかこう初上映会の最後のね場所大阪フィナーレっていうことでなんかこうそういううにふさわしい。 一日になななっったた。んじゃいいいかなっていうことをこう思いましたおかげさまでですねあのたくさん今自主上映のねお申し込みもいただいてましてあのこれからまたこの輪がどんどん広がっていくんじゃないかなっていうことを思います。であの私はですねあのこの佐々木ファームさんの畑っていうのはもういろんな命があのそこに存在してていいよって 言っててもらえてる畑なんですよねあの病原菌も虫とかもあのいていいよってあのファームの皆さんからね声をかけてもらってでいろんな命が伸ううのび伸のびと大活躍してるっていうそういう畑なんですけどなんかそういう社会人間の社会もなんかいろんな人たちが伸のび伸のびとこう生きていけるような。 そんな社会になったらいいなって、この映画を通じて少しでもなんかそんな社会にね、あの、貢献ができたらいいなってこと思って、この映画もこう大事に育てていきたいなっていうことか思っております。皆さんね、ほんとたくさん応援してくださって、ありがとうございました。おかげさまで、もうどの会場も素晴らしいね、あの時間になりました。心から感謝してます。はい。えー、ということでですね、 えー、実はですね、今日のゲストの方もあのその大阪の、ね、会場に、ね、来てくださってたんですけど、ね、今日のゲストは、えー、大阪府の高槻市にあります、えー、運送会社の社長さんでいらっしゃるんですけど宮田運輸の、えー、社長宮田博文さんに今日はお越しいただいてますのでちょっと呼び込んでみたいと思います。えー、宮田さーんはーい あ,あ、こんばんは。<あ>お忙しいところ、ありがとうございます。んんあ、聞こえますよ。はい。あ、ちょっと待ってくださいね。私のですね、あの、パソコンには、ちょっと設定がおかしくなってしまっていて、ちょっとお待ちくださいね。はい、OK です。大丈夫です。はい、大丈夫です。 いやすいませんもう夜遅くに今これ会社でいらっしゃるんですよね。あそうです会社です会社です。そうなんですよね。えありがとうございます。とこの後ろに見えているのはもしかして<あ>私が作りました。<laughs> そうですあの第一の花咲のあのパンフレットです。あの一昨年あの私もあの会社の仲間とですねあの行かさせていただいて、うん、本当にあの感動しました。うわ嬉しいありがとう。 え、もうあの号泣です。号泣号泣ですよ。<laughs> なんかどうなんか印象的に残ってるシーンとか何かあります。ああ、でもや,やっぱりあのえっとね。皆さんがその愛と共に生きるっていう覚悟をされて、こうまあ、かな。すごい悲しい出来事だったんですけど、そっからその愛と共に生きるって言って命をですね。はい あの、はい、届ける農業っていうことを、はい、本当にあの心からこう。されてるっていう姿を見て、すごく感動しました。ああ、そうでしたか。ええー、ああ。ええー、あの勇気もいただきました、たくさん。ああ、そうですか。えー、えー。まあ、僕たちも、あのそういう、あの仕事を通してですね、あのそういう。思いを。はいえー なんですかね、こう、まあ、人類の未来ってこうあのおっしゃってましたけれどもそういう思いをあの本当にあの実現していきたいなというふうにあのたくさん勇気をいただきましたありがとうございましたあ,ありがとうございますそうですよねだから宮田さんにもちょっと通ずるようなねところがあるなっていうことを私も思ってたんですよあそうですね,ね<ー>ええー、それはちょっと今日この後でじっくりお聞きしていきたいです はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。宮田社長ですね。ほんとこのチラシもね。たくさん配ってください。<laughs> 応援くださってありがとうございました。<laughs> はいで、えっ、ー、とチャットの方ですね。皆さん入れてくださってますね。で、もうすぐ始まりますね。楽しみにしてます。直美さん、直美さん、いつもありがとうございますえ <laughs>、こんばんは。今日は間に合いました。ということで、えまりこさん、あまりこさんもありがとうございます。 はいえー、ではですね早速、えー、宮田社長のお話をねどんどんお聞きしていきたいというふうに思って、えー、といるんですが、えー、まずこの宮田社長の会社はなどういう業種で何をやってらっしゃる会社かをはじめに私の,あの祖父がですね、えー、と徳島であの日本ツーンさんを。 え、定年退職した後にですね。あのまあ、家族7人いたんですけども、その家族をあの養うためにあのトラック1台で、えーはい、1> 始めました。で、あの今年があの499期,期目で来年があの50周年って言って私、私私がですね。はい、あの4代目になります、えー、運送会社です。食品を主にあの輸送させていただいてます。<あ>ここはい。トラックで。で 荷物をいろんなところにこう運んでいくお仕事っていうことなんですよね。そうです。あの全国各地にお米とかですね、はい、あの食品を、えー、スーパーとか、はいえー、に納めさせていただいてます。はい、ああ、そうなんですね。それでも40年続くってね、なんか3年続くのも難しいって会社さんってね、そうなんですよね。そんな中で40年続くってすごいことですね。 そうですねまあ,あの、まあ、僕たちの先輩があの本当にあのまあ食べていかなくちゃいけないっていうことであの本当にお客様の言、えー、うことをですねあの2つ返事でこう受けて、えー、まあ届けさせていただいているっていう、まあ、先輩方が本当にあに一生懸命やっていただいたおかげやおかげやなってあのみんな言ってます。ええ。 どうはいあの私あのまあちっちゃい本当にあに幼稚園ぐらいからですね親父のあのトラック乗ってる姿を見て、はい、でまああの休みなんか、ね、横にですね乗せていただいたりとかしてあ<ー> <laughs> であの、ね、もう憧れだったんですよトラックの運転士になるっていうのがへ<ー>えー、なのであのまあちっちゃい時から本当にあの えー、トラックの運転手になりたいって思いながらずっとあのまあ勉強もろくにしないでですね、はい、あの18歳で免許取ったらすぐにあの会会社に入れていただいたんですへ<ー>、えー、そんなにもうちっちゃい頃からトラック大好きえそうですねもうトラあの寝ても覚めてもあのトラックのことしかこう考えてなくてですねあの <laughs> <laughs> 本当にあの、えー、っと親父がの、えー <laughs> まあ、トラックでその仕事へ出ていく時にその,あの、まあ、母親に内緒であの夜中抜け出してですね、はい、つ,つ,ついていくっていう、まあ、そんな <laughs> 子供でしたそうだったそれお母さんにはバレなかったんですかいやいやもうしょっちゅうバレてあのもうあの遊びじゃないからついてたらあかんって言ってね <laughs> よく怒られました <laughs> それもあの2階からあのこそっとその飛び降りてですね、はい <laughs> ついて行ったりとか、ついてったり、はい、えそれはお父さんのトラックに乗せてもらったんですか？あのまあ父親だったりあのえっと従業員さんのですね、<laughs> えー、あのまあ約束もしてないんですけど勝手にあの行 <laughs> ってですねおっちゃん乗せてって言って、<laughs> まあそんなあの子供でしたね。えー、まあ確かトラックが大好きだったんですね。 ええー、で、それ割と近いところ、こう、回るトラックなんですか、ね、戻ってくるというか、長距離の、例えば、こうい、い。あのね、いろいろあるんですよ。まあ、長距離も大きいトラックなんですけど。あの、大型トラックですと、あの、まあ、東京へ行ったり、九州へ行ったり。ね、い、ろんな、の、長距離なんかも行きます。それは、そこには乗らなかったんですか。さすがに。いや、そ、それに、の、それにね、乗してもらうんですよ。ええー。 <laughs> なのであの東京行ったりあの名古屋行ったりね、えーうん、だからあの、まあ、あの学校平日ですから、うん、<laughs> 母親に黙って、えーうん、またあ,のあいつおらへんようになったなあいたらもうトラック乗って行ってる乗って,て今日は休職かみたいな <laughs> そうですそうだったんですね でご自身でも免許を取られてトラックその貨車に入って乗るようになって、はい、であのお仕事はどうでしたか憧れのお仕事をやってみるいやもうあの本当にあの毎日あのもうめちゃくちゃ忙しいんですけどもあの本当にあの楽しくてやっぱりずっとあの憧れてたあの職業ですから、えーはい、毎日毎日は本当にあの朝早くから夜遅くまで休みもなしに。 本当あの24時間365日やらさせていただいて、あの本当にあの楽しい日々でしたね。へえ、そうなんですね、本当に大好きなんですね、<laughs> <ょ>トラックの方が。まり言うとねあの、ちょっとあの気持ち悪いれるがありますけどね、<laughs> もうトラックは誰にも負けない感じですに、ね、本当にあの 自転車にあのちょっとこうデコトラみたいな形でこう、ね、あのデコレーションしてあの走ったりとか、はい、<laughs> そんな子供でした <laughs> それはすごい <laughs>、えーはい、そしてトラック運転手をされていたんですけれどもそこから会社の,その社長さんになられるんですかあ 大好きなトラックに、ね、乗ることはずっと考えてたんですけどあのその社長になるとかあの、えー、と事業を引き継ぐとか会社を先頭を立ってやっていくっていうようなことも全く考えてなかったんで、はい <laughs> えー、でもあの、自然と当時その入れさせていただいた会社っていうのが、まあ、10人ぐらいだったんですよもう家庭的な会社で。はいはい でそこからあの、まあ、がむしゃらにこう、えー、働いてたら、まあ、同級生が、ね、一緒に入ってくれたりとか、まあ、弟たちが入ってくれたりとかだんだんあの人数が増えてきまして若い人たちがいっぱいになってですね、えーでまあ、僕たちの時代にこうなってきたんですね。おー でそこからまああのまあまあ自然な流れであの、はい、まあ社長ですね親父から引き継いだっていう。ええー、じゃあ会社も今まで加速的にちっちゃくやってるのが少しこう大きくなっていったわけなんですね。そうですね人数もまああの、うん、少し増えましたね。ああそうだったんですね。はいはいあちょっと書いてますすごいですね子供の頃からの好きをお仕事にされてるんですね。 まさにそうですよね。もう大好きな、ね、まあ今でも好きですけどね。ねえ。ええ、いやそしてまあ社長も引き継いでそして仲間たちもいっぱいになってもう順風満帆っていうところなんですけどそこであるまあ悲劇が起きたわけですよね。そうですね。ちょうどあの2年前にですね、あのーまあ、8月の 30, 30日なんですけども、まあ、交通事故が、はい えーまあ、大好きなトラックと、えーまあ、スクーターバイクと、ね、の、はい、まあ接触なんですけども事故が起こりまして、うん、それは宮田さんが運転してたわけではないんですねで、まあ,あ僕が運転してたわけじゃないですうちの、えーまあ、会社の仲間がですね運転してまして、はい、で、まああのー、まあ悲しい出来事なんですけども、まあ、相手の方が、まあ、お亡くなりに、ね、なられた。 っていう、はい、まあ事故が二年前にありました。はい。その時はもう、どういうこと?<で>。はい。で、まあ、あの、本当にあの突然、まあ、電話が、携帯電話が鳴りまして。うん、で、まあ、あの、病院ですね、あの、まあ、三人で駆けつけたんですけども、もう、あの、息をですね、引き取っておられまして。はい、で。うん、まあ。 そこにあの本当にあのどなたがですねこう駆けつけられたのか分からなかったんですけどたくさんまあお見えになられましてねでその中でまあ私どもがこう行かさせていただいた時にえ一番あのね年配の,ですねあの男性がこうあの静かに近寄っていただきましてであのまあ名刺を差し出したんですけどもまあそこで本当にあの静かな口調でえまあたった今その私の息子がえまあ命を落としたと。 どちらが悪いとか、えー、っていうのはもう私は分からへんけども、えー、たった今私の息子が命を落としてその息子には小学3年生の女の子が、えー、の娘がいたと、まあ、そのことだけは分かってくれと、はい、えまあそういうことを、えーとまあ、おっしゃっていただいたっていう、まあ、ことはですね2年前にちょうど8月30日にえありました、うん。あったんですね それから宮田さんどんな心境だったですか。そうですね。あの本当にあのまあ当日はまあ大変あのまああのなんですかね。まあ対応するのに本当にあのまあ精一杯だったんですけども、はい。夜帰ってきてからですね非常にあのまあ寝られない日々がこう続きまして、はい。 で本当にあの自分たちが、ね、こう好きな仕事大好きなトラックが、えーまあ、こういう交通事故悲しみを生むということがです、ね、本当にあの僕たちのやってる仕事があの、まあ、悲しみを生むっていう現実にです、ね、本当にあの悩み苦しみました。でえー まあもうああのまあ仕事をしててもですね本当にあのなんていうんですかねまあ気が入らないと言いますかほんとにあの世界中のあのトラック大好きなトラックがですねまあ本当にあのこの世界からなくなった方がねえまあこういう悲しみを生まないんじゃないかなっていう本気でそういうふうに思いました、はい。もうん、本当に大好きだったトラックが こそういう事故を起こしたっていうことで今度は逆にそのトラックを攻めていくといいますか自分たちの存在意義みたいなものをすごくこう揺さぶられたっていう体験だったっていうことだったんですよね。はい、うんそしてじゃあもうなくなった方がいいんじゃないだろうかって思ったその先にどういうことが決められたといいますか。 そうですねずっとあの悩み苦しんでた時にあの、まあ、本当にあの先輩から一言です、ね、お前あの言われたことがありましてねで<ん>それがあの「お前トラック大好きやろ」うとでその大好きなトラックを何かこう生かす方法があるんじゃないのかっていうことを言っていただいた先輩がいらっしゃいましてねでその一言がもうずっとあの胸にありましてじゃあその。うん まあ、なくすっていうよりもその生かすっていうことを、うん、あの必死になって考えましたへえー、そしてどんなことがいはいあのー、で僕たちがまあ考えた考えてですね去年の8月からやら,やらさせていただいているのがトラックの後ろにですね、あのー、子どもの描いた絵をですねプリントして 走るということをまあやらさせていただいてます。あ、はい、あ、それはそのトラックの運転手さんのお子さんが描いた絵なんですね。はい、すはい。そのあのトラックに乗る、えー、運転士がの子供が描いた絵です。はい。ちょっとこれ写真があるので見てみ<ー>たいと思うんですけど、はい、ねこれ安全運転ありがとうとかお仕事頑張ってねとか。 これ、このトラックに乗ってる運転手のお子さんが描いてくれた絵をこうやってあの後ろにまあプリントしておられるんですよね。そうですねこれもね、お父さん、ね、安全運転頑張ってねって出てますね。はいはい、で、えっと、じゃあ、これをされてどんな変化が起きました あの当然あのそのトラックに乗る運転士のですね本当にあの心がこう、まあ、変わるといいますかあの同じですね本当にあの仕事、まあ、24時間365日本当にあの眠たい目をこすりながらしんどい危ない危険なあの仕事なんですけどもたった1枚プリントするだけでですねあのその仕事に対する誇、えっと、りだとか 何、えー、か意味とか意義とかがですね、はい、すごくこう感じれるようになったと、はいえー、いう話を帰ってきてあのドライバーからよく聞くようになりましたえー、そして何かトラックが入,し入庫されたるか初めてああそうですねにねええー、納車する時にあの本当にあの今までトラックってあの なな何もこう描いてないトラックが多いんですけども、まあ、これはあの本当に子どもの絵が描いてありますんでみんなあの納車する時にあの待ちわびてですね、ま、待ち構えてるんですよね <laughs> であの来たら本当にあの待ちわびてですねあのまあそれを納品納品っていうか納車するそのトラックのメーカーのディーラーの営業マンもこう涙しながら「良かったね」っていう、まあ、そんな光景に。 あのなってきました。なんですよね。ね<え>そしてなんか、またあのトラックのこともすごい大事にされるようになったって。あそうですね。あの、本当にあのトラックそのものも大事にして、あのまあ、日曜日にこう、えー、本当に家族で出てきて洗車をしたりとかねえ。ねえまあ、あのトラックを洗うっていう感覚よりもみ磨くっていう感覚ですかね。<laughs> そんなあの本当にあの大事にトラックも大事にしますし当然あの、えー、走り方も変わりますし荷物も大切にするといやーねえそれ、ええ、ねえでもともと宮田さんやっぱり最初、まあ、管理するんだと。 どう管理しようっていうことをいつもいつも考えてらっしゃったってこの間伺ったそれがすごい変化されていったんですよね。そうなんですよね。あの本当に忙しくさせていただいて仲間も増えたもんですから、本当にあの、うん、まあドライバーってこう出ていくともう一人なんですね。はい。でやっぱりそれをこうどうあのまあ事故を防ぐために管理するかっていう、はい、方法ばっかりか、うん、考えて、まあいろんな。うん あの機械をつけたりとかですね,、うん、ねするんですけどもいくらあのその管理してもあの限界があるなと。なるほどで,でこの子どもの,の絵をプリントするっていうたったあのこれだけなんですけどもこれはあの管理するっていうよりも本当にあに人のですねその良い心をこう目覚めさすといいますか。あー えそういうあの本当にあの、まあ、当然そのは走り方とかですねトラックの,その止め方とかですね、うん、そんなことまであのいちいち言わなくても自らがあのそうしたくなるという,うん, <laughs> なんかそんなものだと思うんですねこの絵っていうのは。ね,<ー>ねえ。だからその本当に人って管理するされるっていう形ではなくて。 守りたくなるようなものっていうのが必ずあるんだなと、うん、だから人,人ってやっぱりみんな良い心っていうものをね持ってるんだなってそれをどうあの発揮させるかというかあの、うん、自由にですね発揮してもらうような機会をいっぱい作るっていうそっちにこう考え方がこう変わったっていう。 ねそうなんですよね。で宮田さんはなんとですね私たちが以前制作しました「四分の一の奇跡本当のことだから」っていう映画もなんと昔に自主上映を社内でしてくださってたとはいそうなんですよ。うん、もうそれはびっくりしちゃいましてびっくりですねもうあのちょうどですから、まあ、3, 3年半ぐらい前だと思うんですけども <laughs> はい。 あの全従業員が集まるバーっていうのを年、ね、2回設けてるんですけどそこの一、えー、つの,その安全教育っていうあの安全大会っていう名称でやってるんですね。はい、そこであのいつもそのまあ,あのど,どう言ったらいたいですかねあの講師の先生をお呼びして安全についてっていうようなことをやってるんですけども。 でもそうそその教えられるっていうことじゃなくてなんかこう感じ合う場をですね作りたいなって思いまして、えーうん、であの、まあ、ご縁を頂い,いてですね4分の1の奇跡を自主上映させて頂い,いて、はい、であのみんなで見てですねでまあそこも本当にあにみんなのもう涙涙で,、はいえー、でその後、まあグループに分かれてあの、まあ、対話してちょっとこう。 意見をですね言い合ったっていう、それがまあちょうど3年半ぐらい前ですかね。うん。うん、でまたその映画を、はい、あのね皆さんで見てられて、よりこう人を生かすにはっていう視点に変わられたと。はいはいそうですそうです。本当にあの命の尊さと言いますか。はい、えー、そういったものを。 あのまあそれぞれがこう感じるという,う、えー、なのであのこうしなさいあ,あしなさいということじゃなくて一人一人がこう感じるっていうことを大切にあの場を作りましたね<ー>ありがとうございましたいやこちらこそなんかそんなお話をお聞きしてすっごく嬉しかったですありがとうございますありがとうございました,うましたねでこうやってなんかこう。 なんかちょっと、ね、お聞きしたところによるとこの,あのこの手法といいますかこうやってトラックの後ろに絵を、ね、あのプリントしようっていう動きがあの宮田さんの会社だけじゃなくて他ででもちょっと起きてきててるんですよねそうですねあの本当にたくさんの方がですね「これあのいいね」っていうふうにあの言っていただきまして「子どもミュージアムプロジェクト」っていう名称でですねあの本当にあの全国の トラックが、えー、こういうです、ね、子どもを描くキャンパスに、ね、な,なればということであの今、静岡の上村さんも本当にあの賛同していただいてあの、はい、今、もう 4, 4台ぐらい別の会社なんですけどトラック、あのー、子どもの絵がプリントされてあるということに広がってます。はい、今 あいいですね。えー、なんかだからこうそう、速度メーターとか、そううレ,レコーダーとかね、そういうので管理して縛るんじゃなくて、はい、本当に一人一人の中にある、もともとあるあったかさで、えー、こう安全とか笑顔がこう増えていく、そんな動きがね、トラック業界でも起き始めているということで,す、ね、そうですね,ね、えー。本当にあのー もうみんなあの事故をなくしたいっていう思いは一緒だと思うんですよね。はい、えでそれを本当にあの管理するされるっていう構図じゃなくて本当に人の,あの心を大切にしてそれぞれの心を大切にしてえ広げていけれたらなというふうにあの思ってますはいありがとうございます。あ,あこれはあの宮田さんの会社のホームページですね。 はいありがとうございます。<laughs> いいですね、あ、えー、子供ミュージアムトラック。えーえー、これちょっともう一回、このうち一番上見せてください。このトラックを運転する父ちゃん頑張らずにいられない、<laughs> 本当ですね。<laughs> そうですね はい、ありがとうございます。もっとお話をお聞きしたいんですけれど、そろそろお時間になってしまって、ちょっとチャットを、ね、読ませていただきたいと思います。えー、っと、あ、これはどうなったかな大変だったんですねっていう、事故のことですね。大変だったんですねっていうことと、素敵な絵ですね。すごいって書いてくださってます。それから、なおみさん、1、えー、人で運転していても心強いですね。本当ですね。1人,人で運転してるんだけど、なんかね、子どもと一緒に。 運転してるみたいなね、心強い感じでね、運転してもらえるんですね。はい、ありがとうございました。ということで、えー、今日のゲストはですね、えー、宮田運輸の宮田博文社長でした、えー。本当にお忙しい中ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もし皆さんね、あのー、街中でこのトラックが走ってるのを見たら、 ぜひ手を振っていただけたら嬉しいなとい、はい。励みになると思います。ありがとうございます。はありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、えー、番組の最後にこの、えー、番組を支えてくださっているスポンサーの皆様をご紹介して、えー、お別れしたいと思います。はい。はい、ええー、タニクリーナーズのええー、皆様それから津川まりこ様、ええー、黒谷健一様。 プロジェクトの山田パパ様、田中孝弘様、パティスリー・ワイ・スタイル様、エマウス・メディカル・ジャパン様、黒山秀子様、杉崎・清高様、エナジー・サロン・ジュンプー様、チーム・ミラクル・寺崎・拓様、波動・スピーカー・ダイワ様、クリエイト・ハーモニー様、アソシア・シューカン様、みんな違ってみんないい様、 はんとしずこ様、松藤コンサルティングオフィスの松藤節夫様ま八千穂様、西川真理子様、株式会社手塚山夢工房様はい以上の皆様の支えによって今日も無事に番組を放送することができました、えー、ではまたねあの素敵なゲストをお迎えして来月も放送したいと思ってます えー、連休の最後の晩ですねこうやっておいしくくださった皆様本当にありがとうございましたまた来月お会いできるのを楽しみにしてますではおやすみなさい